妙見信仰、観音信仰、そして山岳信仰。その中でも関東山岳信仰の霊場として知られる三峯神社は、関東一の霊場、天に近い神域と称されています。三峯神社は大和尊の命が東征の帰途この地を訪れ、山川の美しさをご覧になり、神代の昔にイザナギの命、イザナミの命が国を大見になった大行を忍ばれ、狩宮を造営して二神を祭り、この国の永遠の平和を祈られたのが始まりと伝えられています。三峯の獅子舞は、三峯神社に安産の神、悪病除けの神と信仰される諏訪神社が誕生され、いつの頃からかその付け祭りとして獅子舞が回れるようになりました。獅子頭は二組あります。新しい方は前後が比較的短く、頭が高い獅子形式で面が茶色です。古い方は頭が前後に長く、扁平な竜頭形式です。